みなさん、ごきげんいかがでしょうか。ユウキです。ダニルです。よろしくお願いします。Hey, how's it going? How's it going? いや、いかいごきげんいかがでしょうかの、うん、How's it going? ごきげんいかがでしょうかの、ね、じゃ挟んだんや、今。名前を。Yeah. そうそう。あ、そう。Yeah. だそうです。さあさあさあまたイベントごとがやってきますよ。Oh, okay. <laughs> バレンタインデー。あー、違う。え Valentine's Day. うるさいな。もうお前いちいち発音直してくんなよ。進まへん。だったら日本人もう英語盗むな。もう自分の日本語に変えてください。盗んだんちゃうやんな。勝手に入ってきたんやんな。これは戦うことなので。<laughs> <laughs> 勝手に入ってきたんや。いや、そのバレンタインがまああるわけですけども。<は>そのアメリカでのさ。バレンタインっていう位置づけってどんな感じな。提案。その俺話したいんだけど。あの、うん、位置づけっていう言葉知らない。あ。 位置づけな。なんやろポジショニングポジショニングポポ,ポ,ポ,ポジショニングやん。あの、あると一緒やん。その、皆さんにとってのバレンタインというポジショニングはどちらになるのあ〜。あ。まあまあ、言ってしまえば、そののなんていうの恋愛のイベントであることには違いないあ、恋愛。あ、それは変わり、一緒なんや。いや、yeah,、マスコット、ハートだよいや、まあまあ、そうやけど、マスコット。マスコット is a heart, yeah. 日本やと、うん、あのー 好きな、まあ、まあ女の子が好きな男の子にチョコレートをあげるっていうのが、まあ、一般的なのよお女が動くのそううわやっぱ日本ああ女差別すげえないや別にうちら動かされてるわけじゃうねおい <laughs> うわむしろそういう意味で言うと今風なんちゃう <laughs> あー確かに回ってきた逆<に>やっと逆になマジか いやいや、まあ、そうそう。そうなんだ女の子が好きなところにチョコレートをあげるとか、友、まあ、チョコって言って友達同士で交換するみたいな。はあるけど。ああ、オッケー。それはアメリカでも一緒なのか。いや、バレンタインズデーは子供の時楽しみ方があって大人になったら、うん、人間が別れちゃうの。好きか好きじゃないか。あえどういうこと子供の時バレンタインズデーみんな大好き。へー yeah, なんか。 小学校中学校とかはさ、うん you know, uh, 自分の机に横になんか箱みたいなのを置いて、まあ、袋、うん、で名前書いて、うん、その前からみんながクラスメートの名前を書いて「Like,、うん、To Jessica from Daniel」だけ「To」と「From」だけ書いて、うん、そのバレンタインズデーで学校の時ははいじゃあみんな回ってでジェシカの机を探してポンって入れるだけ。 だから、みんなの分をあげるの、<っ>チョコレートじ。じゃあ30人クラスおったら30人分準備するのや。そうそ。それは男女全員そうそう、関係ない。えー、<で>すごい平等で。で、プラスで <laughs>、うん、その、まあ、ちょっと気に入ってた子とかまあ、なんかメモとか、うん、シークレットバレンタインっていうのちょっとチョコでかくするみたいな。あー いやそれ本当外人のステレオタイプしすぎじゃない <laughs> いやでなん別にんななん全部大きさで戦おうとしてる違うやん行為の大きさやん好き度をチョコレートで示してるだけやんアメリカ人サイズ以外で戦うよ <laughs> いや別に <laughs> 大体サイズやんでもお前の国いやまあうんうんそれはうん <laughs> ちょっと<な>いや確かに but、うん、あのよく、うん、好きな人おったら、うん、普通よりちょっとでかいチョコをあげんのサイズやんけお <laughs> サイズやんけそう、俺言ったと考えたらでも確かにちょっと普通よりちょっとでかいチョコあげるのシークレットバレンタインサイズやんけうんとと楽しいのが子供の時そのシークレットバレンタインでメモとかなんかノートとかチョコとか from のとこ普通は名前書くやんでも from は Your Secret Valentine あなたのシークレットバレンタインからでそれはちょっと 好きな気持ちが入ってるでも誰か分からんやんそうそれが楽しいの何それそれだけが子どもの楽しみ方バレンタインズでじゃあもらえない人ってあないんやみんなもらえるからみんなもらうあ素敵やねでその上でまあ人気じゃなくても、うん、その誰かが気になれてたらこれ女男いやでも男の方が多いかそのシークレットバレンタインやんのあそれえどういうこと、まあ、そうかえその もうまず前提として、うん、女の子が男の子にあげるとかではないねんなほんまに基本男が女にあげるええー、ですってよみんな yeah, 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 yeah. あそうなんや <laughs> ええー、しか子供の時でシークレットバレンタインはいやーや俺ね、うん、全然好きじゃない子から、うん、それシークレットバレンタインもらったことあんね、うん<っ>ななんで誰かわかる バレたあとでしかもさバレ,バレたのがしかもその俺が好きな子がアプローチしてきたのバレンタインズデーの終わるところその一日帰る時に<う>でえこの子だったかなってなんかバレンタインズデーあったっていやあったよって言ってどう思ったみたいななんか振ってきててわうんわ、うん、よかったみたいなまだバラしてない途中でで俺が好きな子が友達を それそれクリスティーナだったのって It was like Fuck マジかよ友達好きな子の友達が来たのだいぶトラップやな <Yeah. S 2> <laughs> だいぶトラップ <laughs> Yeah 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 こっちこっちこっち,こっちほいって Yeah <laughs> もう今更なよかった今思い出した <laughs> よくなかったとは言われへんもんなよくなかったってかそういうつもりで言ったんじゃないって言われへんもんなうんでも、yeah、子供時のバレンタインズで楽しい へ大人になったら英語くなんだよどうう。どういうことどういうことそう、好きな人と、あの好きもう誰かと付き合ってたらものすごく楽しい日、女性はね。うん、男は基本全員あんま好きじゃない。なんでなの正自分が動かなあかんからそう、あげるだけやんそう。だからそれが、そっか、そっか、ベースが男が動くイベントやからってことやんな。そう で、<ー>で、男としてシングルやったら、うん、イチャイチャしてる人たちばっかり見る日だから、なんか、うん、なんかもう、なんだよ、こいつら。この日大嫌いってなんのシンプルに嫉妬やん。<Yeah. S 2> いや。いや、認めた。<laughs> まあ、そうやけど。<Yeah. S 2> いや。いもう、まあ、だから日本でいうクリスマスのシングルみたいな感じやな。そうかも。全くそれだな。だからイベントがちょっとちゃうねんな。 いや、<Yeah. S 2> ええー、でも、私はやっぱ女性としてはさ、男の子が動いてくれるのって、やっぱいいよなって思うわ。すごい素敵、嬉しいやんな。いや、そう、だから、あのー、好きな。まあ、付き合ってたら、当たり前。<laughs> へえ、何するん。いや <Yeah. S 2>、チョコレートじゃないよな。チョコレート。えそう、三つ。何?。で、トムの、三人のキング。三人のキング。ングングすごいタイトル。the three kings。<laughs> What the three is チ e コレート、チョコレート、フラワーズ、フラワーズ、テディベア。テディベアんでそんな驚くんそこかいらん。テディベア。いらん。Yo!Yo! テディベア。いや、あれ、あれな、たぶんな、お前、好きな人からテディベアもらったことないから、言えんのそれ。 ティいやいやいや寝てる一緒に寝んねんそれティディベアがそう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 ちょっと抱っこして寝んのいらんいらんいらんいやだからそれがでかすぎてビルダーベアっていう会社が生まれたの日本の KFC クリスマスクリスマスやったら KFC バレンタインデービルダーベアビルダーベアクマが売れんねやそうそうそのぐらいめっちゃ面白い でででででででよう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 でよう最強そうだよう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 俺ビルダベアに怒られた時あもんもどういうこと熊会社に怒られたそうビルダベアってさ、うん、あの本当に可愛いところがあって、うん、あのぬいぐるみをちょっとカスタマイズしてはい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 はのはのはいはいはいかいは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 い メッセージとかあるねね、うん、ここだけ布ねんなやべえのがここビルドベアちょっとみんなと変わったなっていうところがあってビルドベアの中に全員そのこのぐらい5円玉5 500円玉ぐらいのサイズのハートがあるの、うん、でそれをじゃあ俺が彼女のためにビルドベア買いに来ました いろんなステップある、うん、で最後のステップハートをもらってこれを握って、まあ、ウィッシュとか何でも思い出言ってから、うん、そのクマがの中に入れてスティッチングされるのうわすごいなんか重たくなるじゃんすごい重たくなるね<で>まあまあ、うん、でそれを俺がテディベアあげたら何の気持ちいらん <laughs> いや何だよおい殺すおたタケよビルダベア た <laughs> けそ値段やんお前怒ってる値段やん。やん <laughs> いやだからまあすごい思いを込めてプレゼントしたよってことやな。や <Yeah. S 1> 待って待ってはい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 。じゃあずっと長いこと付き合ってたら、はいえ、熊だらけになるってことやあ、yeah, あるある。だるいだるいだるい。るいるい <Yeah. S 1> めっちゃだるいやん。そう。そうだよ。いらんいらん。らんで。 であのビルダーベアがこのシステム作って、うん、アメリカ人やばすぎだから1年ぐらいでこのシステムが消えたって聞いた <laughs> なるほどなうん、うん、これから、うん、今から言うようもう一つそのハート入れるもう一つカスタマイズがあるの何何ああそういうことか何、うん、と思うそのあれか一つは手になんかカスタマイズのスティッチングそれはでもすぐ消えてんなあうんもう紐でやるから残るよ それが一つ目のカスタマイズ違う違う私が聞いてるのはあの今から質問するのはそれが1年で消えちゃったシステムってことやなあそうたうん俺のよくいたショッピングモールはもうその機能がなくなったやばいやつがや,やらかしすぎたからなるほどね OK <な>それを前提で聞きます、うん、何と思う次のクマのテディベアのカスタマイズまあ言ってたやつ一個選択肢くれてたようなスティッチと ああうん。うん、まあそれじゃ,じゃなくて。じゃなくてじゃなくてえー、だって、ハートはもう言ってたやろハート入れのあったやろあわったったった。分か顔顔、うん、ああ<ー>。熊の顔をその子に、まず、あ、自分にするみたいな。ああ、ブブー。えカ、ー、オの色を自分の毛の色にする。<laughs> <laughs> それ、ああー、ブブー。ブブーかいああ。 えー、何今、クマいらんから考えられへん。<laughs> どうしよう <laughs>、えー。えようか。知り、うん、たい、うん、みんな一人一人のカスタマイズのボイスメモ。うわー、なるほどね。握ったら、言うんや。そう。グッナイみたいな。そうそう。<laughs> そう。 <laughs> で考えて自由ばっかりの外人ばっかりのアメリカまあアメリカだったら外人じゃないけど、うん、まあ外人いっぱいいるけどアメリカ人がそういう機能の店があったら何言うと思う空な空入れる言葉なんか決まってるやんな <Yeah. S 2> ここで言われへん言葉ちょっと俺が子<供>、うん、じゃあテディベアあげてあげるから、うん、その

いやそうか。じゃ、チョコレートでよかったって思うわ、なんかそう考えたら。いや <Yeah. S 2>、うん、あ、そう。いやー、Flowers, <Chocolate, S 2> ーフラワーズ、チョコレート、フラワーズ、テディーベア。あ、そう。まあ、でも、ちょっと確かに、クマのイメージはなんか知らんけどあるわ。うわ、これ、チェックしてほしい。けど、うん、あの、一つのギフトは、アイムソーリーなの。あ、ごめんなさい。確かに。 えどういうこと確かにどっちだっけフラワーかチョコどっちか ?Like Flowers は Flowers say I'm sorry か Chocolate say I'm sorry どっちだったっけその I'm sorry ーーはどういうこと喧嘩してるからというかその好きという気持ちに対してごめんなさいどういうことこむちゃくちゃ日本人っぽいこと言うな。I'm、うん、sorry ーーって好き,好きだからごめんなさいのものすごく日本人やな。好きって言われてごめんね。じゃあ日本のバレンタインがあるねんそれが。あ、それちゃうわホワイトでやねんけど。えごめん。 何あいつらもう一つ費用もらったの。あ,あんねんあんねん、ホワイトデーっていうのが。もう白人取りすぎだよ。違う、別にホワイトデーってそっちのホワイトじゃなくて。<laughs> 違うやん。<laughs> あのバレンタインにチョコレートをあげるやん、うん、女の子かな。オッケー、うん、男の子にあげたあ。あ、オッケー、オッケー。そしたら男の子はそのちょうど一ヶ月後の三月十四日、ホワイトデーにお返しをくれるやん。それはあるやろ。<laughs> ね、えよ、そんな <laughs>。もらいっぱなしでいいの、アメリカの女は。 Yeah, だから俺,俺, <Oi. S 1> 俺男、バレンタインあんま好きじゃないみんなアメリカ行こうぜ <laughs>、まあ、お返しは、you know saying? ちょっと、you know saying? <Yeah. S 1> ブラッタタ、イイ you know ブラッタ、ブラッタ、ああ、いああ、ね、ああ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 あ、ああ、あ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 あ、あ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 、あ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 、や、あ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 ああ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 あ 2月14日に女の子があげました3月14日ホワイトデーに男の子が返しますその時のお返しで答えが分かるみたいなのがあって今は知らんけど1か月も待つの答え別に待ってたか分からんけどまあちょっとイベントですやんかいやマジ日本人ペーシャンツ強いです <laughs> それはほんまやからほんまに忍耐力あるから<ー>そのあめちゃんやったらあめちゃんとかクッキーやったらまあオッ o k というか別にそこで何かが起きるわけではないけどまあ大丈夫 <Okay. S 1> だけどサボテンだったらお断りなみたいなのがあって昔わおわおわお。アリゾナ州に謝れいや別にそのあサボテンが嫌いとかじゃないのよサウスウェストにみんな謝れ <laughs> メキシコとかにもいや <laughs> <Yeah, S 1> <laughs> テキサスにも謝れごめんなさいやけどそのなんかそんなんがあって知らんけどなほんまのところはサボテンが行き来しての見たことないから ちょっと待って、オッケーオッケーじゃあ、いや、あなた好きですよのチョコレートが男に来ました。うん、はい。で、俺は、いや、お前好きじゃないから、1か月後にサボテンあげるの。そう,そうっていう、なんか、あって、わからんよ。うちの地域だけかしらね、わかりませんけども、そういうのがあったんです。でも、見たことはないけど、そういうもう、名シかもで。なんか、都市伝説なんかもしれんけど。わ w <Wow>.、um, あったよ。 わお、オッケー。Uh um, 質問がありすぎて、どこから何を聞いたら分かんない。何も聞かんといて、私もそれに答えられる自信はない。もう、スタートで、<laughs> あのー、ホワイトデーがオッケーっていうのも俺もう引っかかってる。ホワイトデーっていう名前 <Yeah. S 2> <laughs> いや、もうその色は知らんよ。な何のホワイトデーなんやろいやせめて、イエローデーにしようぜここ、ね。こっちのこれじゃないねん。こっちのこれじゃないねん。 I'm joking. Relax.、ね、I'm r e l a x I'm joking. 俺のイメージ、ホワイトデイって言った時の俺の頭の想像をみんなに見せたい。あの厚切りジェイソンがいっぱいおって。<本> <laughs> 白人、白人、白人じゃないのよ。<laughs> ホワイトデイで。ほいいデカプリよ、うん、あのトム・ハンクス、<わ>厚切りジェイソンがお,おんのあ。あんま日本人分からへん。分かんないの あんま日本人そこら辺分からへんような外国人ってみんな外国人やからああ多少は分かるけどああ、うんね、みんな一緒、okay. それが1個目の問題はいホワイトデーがそう思いましたなぜ食べ物からそんなキャクタスが悪い使い方されるんだろう、うんうん、こ,これは、えー、と知りません本当に知りませんだしああ別に普通のお会社はクッキーとかチョコレート、うん、チョコレートもあるしキャンディーもあるしうんなしてもなんか 一回つぼ押しみたいなもらったな。かカエルの<バ>カエルの形したなんか四足のこんなツボあれ、つぼ押し。あの男から言えるけど、うん、あれ絶対あのサボテンと同じ興味ない人に返すやつやつし <Yeah. S 2> 付き合ったもん。お付き合ったもん。いや、あのお前が空気読めなかった、絶対に。<laughs> そうじゃあよかった。読まなくてよかった。あぶね、えそれ振られる こと?。絶対振られてるよ。つぼ、つぼの押し?。俺好きな子に、つぼ押しあげねえよ。お前、空気読め。危ない危ない。日本人なのに、空気読めねえの。空気読まんかったから付き合えたかもしれん。あ、わよう、ウェルカム。一番外国人よう。それだよ。うん。別たけど。の、わが君。中学校の時やったかな。そんなことがありましたけども。まあまあ、そっか。じゃ、バレンタインっていうのは、アメリカでは、男の子が動く日、なのね。のみ。 いいなそれだけみんな覚えて帰ってもらう帰ってもらうって言っちゃうねいつも私ここ舞台やと思ってるわ <laughs> <laughs> いやいや「どうも!」って出てこなかったのに出て,出てこなかったけどでもまあいいんじゃない好きな人に思いを伝えるという日なのは変わらないということでそう逆にさ、うん、最後アメリカでも女の子が動いてくれる日は欲しいあの ああ、いつも動いてるって言うと。バイデン、聞いてる?な。な誰に打てねえ。ちょっとなんか作ってよ。二段戦、お願いします。よろしく。